皆様、こんにちは。ックスです。今日は、ロシアの、あの、ピロジキの欄の、あの、最新情報です。うん。オッケーもう、いろいろ噂ありますよね。ね新しい、私は勝ってるの真実。まず、本当に、小さいの運動でしたね。あの、モスコの更新の方に、マスニー更新の方に、車は、まあ、17台から50台、その情報が入ってるね。はあ。で、 ピグロジンと一緒に協力すると、なんか CC0 の兵士の数が、まあ4000人ぐらい。まあそのぐらいですよ。ワグナーグループは全体的に2万5000ぐらいにいるけれど、あの、4000人ぐらいしかなかったんですよ。で、面白いのは、鹿にいなかったんですよ。全部軍曹とか二等兵とかそういうクラスくらい。官の方、上の官の方はなかった。で、ワグナーグループは実は大体同義なもんですよ。実は、ピグロジンが作ってないんです。彼が、 軍事的なリーダーではないんです。彼もともとシェフ。そう。あの、そのケータリングに当てて、あの、防衛省、ロシアの防衛省の方にケータリングに当てて、で、スクってるの方は GRU。えっとね、ロシア語で忘れてるけど、これ、軍情報部局。軍情報部局。まあ、私昔言ってるのは、ね、情報部局でしたからね、東京だったら、あの、昔ソ連時代。で、KGB は、 ロシアの庶務官、それ、シネ川の方ね。で、GRU の方が、ロシアの大使館でいるやつと。それ覚えてますよ。OK、OK、OK。とにかく。これ、GRU、このワーグナルグループ作ってて、なんでそれ作ってたの例えば、海外とかなんかね、まあ、ロシアで、あのー、何かしたいとか,なんかぐ、特に軍事的なことと、じゃあ、あのー、こういう会社を作って、これ、国やってるんじゃなくて、はぁ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 。 一応あの証拠がないから、この会社、一応過去だけで、ピロ事件がもちろんトップに一応入れたけど、彼は救ってないんですよ。これ、GRU 救ってるんで、昔からそのあの刑務所の囚人も使ったりとか、まあそういう人はったんですよ。ちなみに、私、昔、米軍海兵って、米軍海兵っても刑務所の囚人もいたんですよ。私の友達いたんですよ。あの起訴訓練で彼が はじめに犯罪捕まってて裁判官が3年海兵隊、それとも3年刑務所。彼の選択。なぜか、刑務所を入れると、まあその普通の犯罪者になる。もう、ゲングメンバーとか、ゲングとか、暴力団集団とか、ね。でも海兵隊に入ると、もしかしたらせっかく1 0度もあって、いい国民になるかもしれない。でも海軍、 空軍、陸軍、ダメだった。それ、海兵隊のみ。まあ、オッケー、とにかく。でも、この、ワグネルグループの士官たちは、全然、ピロ事件と協力してない。あの、バックムーの戦いからずっと、昨日の8月から、最近の先月前のバックムー戦いもやりました。あったんですね。やっとロシア、だんだん勝てたね。その時から砲弾隠れてるみたいな感じで、で、 アメリカも、このピロ事件なんか動くの方は、情報部局を分かりましたよで。数日前からね、アメリカの議会の方に、そういうのことを教えました、はあ。アメリカ協力あったかなお金あげて、色々されますよ。いや、それちょっと分かりません。それちょっと分かりません。で、あの、これがマシュケローバー。マシュケローバーはロシア語でさ、どういう意味ですか すみません。発音下手くそうかもしれないけど、マシュキロブティミが、騙し作戦。よくありましたよ。あの、まあ、第二次世界大戦、いろんな戦争で、あの、敵の方は私たちどのつもりで何かするとか,なんか、ロシアが特にこういうマイ前ですよ。あの、騙し作戦一つね、大きな話はね、あの、第二次世界大戦、イギリスとアメリカが、ノルマニ、フランスのノルマニ上陸して、独立する。一応、ノルマニの方ね。 しかし、魂作戦があったんですよ。パテン将軍、アメリカの陸軍将軍、すごくうまい将軍が完璧存在がないの、軍隊のあ司令部に作ってたんですよ。英国の,あの東の南のところでね、トンナムのところで。で、それ、フランスの近い、一番近いところ、あのパデカレー、パデカレーに侵略する。なぜかドイツ軍がそこに、 いくつかのシーランを置いてて、で、実はノルマリの方に上陸して、おそのシーランがノルマリーに当てたら、ドイツの方は助かってもろんこれは一つの騙し作戦の,あの事例ですね。うん。まあ、OK <laughs>。ピロジキンが軍人リードルじゃない。で、本当にその騙し作戦、うん、私、ちょっとそれ疑うんですよ。ただこれ、あの、ピロジキンが感傷的になりましたね。 ま、これから彼がどうなると、ちょっとそれ見ましょう。見ましょう。で、防衛大臣、塩田さんが、あの、辞めるかどうか、それまだ、言わすいっぱいあるけど、まだわかりません。あの、ネットで、あの、ロストフの方のビデオ見てる、みんなロストフ人たちが、あの、ピュロジケの兵士のワグナーもうそのワグナン応援してるし、あと、ラッシュも応援してるし、しかし、真実は、どっかの軍部隊、 どっかの警察とか、どっかの政治家とか,なんか、ピューチン反対とか,なんか、ね、ピロシシンを支持した一人もいません。一つの部隊もいません。あの最近、アメリカ国務長官、ブリンケン国務長官が、あのやっぱりロシアの中にひびがあるとロシア不安定とか、NO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 , no、no. これが違います。これが違います。 ね、みんなッシジ人がすごく愛国すごくそういう愛国の曲も出してるあの最近ペイテルブルマッスルをちょっとその撮イ見てて、えー、そういう愛国の曲歌ってるとかなんかピューチンの,あの支持は完璧です、okay、でウクライナ最近ちょっと変なことあるよまだねあの前線の南のところザプロイジアであの原子力発電所がロシア持ってますよでウクライナが ロシアそれをわざと爆発させる。ですごい昔のチェノビリみたいな感じで、放射の汚れがヨーロッパにわーって拡大する。へぇー。ロシアが自分で持ってるんだ。なんでそういうことするで、まずね、その原子力発電所今使ってない。爆弾入れてでもこれが結構難しい。 だから、これ、ウクライナもするんじゃないかウクライナに対応撃ったりとかなけよくこれあるんですよ。ウクニアがライナが、ロシアなんか悪いことすると、実はウクライナしましたよ。あの、アメリカの、あの、議員、あの上院議会のリンズイ・グラムン。まあ、サウスカロライナかなサウスカロライナかな、ね、彼が、もしロシアがそういうことするんだったら、NATO が、その、ウクライナの際に戦争参加した方がいい。ちょっとすいません。あの、グラムン先生。 あのこれはね、NATO の方はダメです。もうドイツの方、軍隊はドイツの国家,国家から、国会から出られない。戦車ほとんど走れない。英国も同じです。軍隊も小さい。両方ドイツと英国、軍隊小さい。で、ポーランド軍もなんとかちょっと戦うかもしれないけど、28万しかないんですね、本当に。フランスの方もね、うん、最近フランスの方の戦車、一番新しい戦車が、ロシアで、ウクライナの前線で、 簡単に燃えています。レッパードの戦車より簡単に燃えています。だから、ナットが全然晴れない方がいいで、ナットはね、現代的に軍機もない。あの、アメリカのミサイルシステム全てダメです。全てダメです。ロシアの軍備に全部負けています。あーオッ OK。まあ、今日はここまで。で、この、ピロジキの乱もうもちろん終わってますし、ロシアが 全然不安定ではない。あので、ロシアこれからだんだん、はっきり言うと、攻撃進んでます。だん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 進んでます。で、ウクライナいっぱい、反攻撃でいっぱいと失って、もうその攻撃を止める方法もありません。で、戦争もそのもんです。で、砲弾も NATO の方、西洋の方、砲弾もないです。ロシアがたくさんあります。たくさんあります。OK。 ライ e バタンを押してください。そして皆さん登録してくださいね。またよろしくお願いします。